石森羽花。男子とは話したことさえなかった小中学生時代。高校で初めて恋をして、その人が、三浦くん、おはよう。人生初の彼氏になりました。え？彼女のおはようにあくびで返事。怪だな。うか、おはよう。え？うかのあくび初めて見た。ごめん。石森ちゃんもあくびするんだね。するだろう、そりゃ。頭いい人ってしなさそうじゃない？初めて人に釣られた。貝の映ったの？かわいい。二人とも毎朝早起きしてんでしょ？どっかで休憩がてらイチャついてきたら？なんで？生徒会に呼ばれてんだよ、二人とも。なんで？文化祭のことで。文化祭2週間後の。石森ちゃんは美術部関連でだろうけど、なんで会まで呼ばれてんの？知らん。本当に、なんでだろう。で？それ、何ずっと握ってんの？これ、可愛くて買ったんだけど、つけるのには露骨すぎるかなって。黄色、ハート、レモン。三浦くんのこと好きですって。主張してるみたいで。いいじゃん、それで。はあ、三浦くんにも買った。は？ヘアピンを？あ、それ私が選んだの。羽花を表す羽ピン、羽花の羽。ごめん、やっぱり自分で使う。レモン色の髪、ソーダみたいにツンとした性格。さすがに今日だけな。でも時々すごく甘いハニーレモンソーダ。私の初恋。美術部さんにはみんなが過去一喜ぶような今までやったことのないものをお願いしたいです。丸投げです。すげえ無茶ぶり。なぜなら石森さんには信頼と実績があるから。何も思いつかんかっただけだろう。で、会の方は？SNS でアカウント作って自撮り入れて文化祭の準備風景あげてほしいです。はちみつの各 SNS いいね数コメント数ナンバーワン。そんな会本人のアカウントなんてもはや最終兵器。話題騒然。今まで一切やってなかったから余計。ぜひ断る。じゃ、ちょっと待てよ。いいの？は？彼女すごいウキウキだけど断っていいの？三浦くんの SNS いいの？三浦くんの。わかったよ。文化祭だ。うちのクラス何やる？私ずっとカフェやりたくて、倍率高くていつも落ちてて。俺もカフェやろうよ。実行委員どうする？楽しそうで嬉しい。1年の時カフェやったな。え、どうやって勝ち取ったの？羽花ちゃんのプレゼンの力で。最新のリボン11月特